ステフィグラフ、1969年6月14日対は、旧西ドイツマンハイム出身の女子プロテニス選手。本名は、シュテファニー・マリーア・グラーフ、ステファニェ・マー・グラフ。卓越したフットワークに加え、力強いフラット系のフォアハンドとよく滑るバックハンドスライスを武器に、ボリス・ベッカーとドイツテニス界の黄金時代を築いたスター選手である。WTA ツアーで女子歴代3位のシングルス107勝、ダブルス11勝。女子国別対抗戦、フェドカップ、旧名称、フェデレーションカップの西ドイツ代表、東西ドイツ再統一が実現した1990年もは、統一ドイツ代表としても、1987年と1992年の2度優勝を飾っている。グランドスラムでは、女子歴代3位オープン下以降2位となる22勝を挙げた。世界ランキング1位の在位記録は、通算377週で、これは男女を通じての史上最長記録である。また、年間ゴールデンスラムを達成した、史上唯一のテニスプレイヤーでもある。現役引退後の2001年10月22日に、アンドレアガシと結婚、2児と共に、アメリカラスベガス在住。2004年7月11日に、国際テニス殿堂入りを果たした。1969年、父ピーターと母、ハイジの間に生まれる。自動車と保険のセールスマンをしていた父ピーター・グラフにより、3歳の時、1973年、ブルールにあった自宅のリビングルームで、初めて木製のラケットを手にし、4歳からコートで練習を始め、5歳で試合に出場した。そのわずか2年後に、ミュンヘンの伝統ある年少者向け大会、最後の大会、ジャングストン・ターニーヤで優勝したため、父ピーターは、娘の並外れた才能を確信し、彼女をプロとして成功させることに専念した。当時は、娘のトレーニングパートナーとして、元世界92位のポーランド選手、ダニエラ・ノセクの協力を得ていた。大きな転機となったのは、1981年11歳で、初めてシニアのドイツインドア選手権に出場した時のこと。強烈なフォアハンドを武器に、元世界ランク80位のエバ・パーフ、イワフワフをフルセットに追い込んだ。この試合での活躍を見たドイツの業界紙は、彼女を神童、ワンダーキンドと評した。ナショナルコーチ連盟は、類いまれな才能の持ち主と、クラウス・ホッサスを専任コーチとして派遣することにした。1982年12歳にして、ドイツジュニア選手権13歳の18歳の部で優勝する。同年10月には13歳4ヶ月で、ドイツのシュトゥットガルトで開催されたトーナメント、ポルシェテニスグランプリに出場し、1回戦で US オープン優勝2回の元世界ランク1位、トレーシー・オースチンに 6-4、6-0 のストレートで敗退。その後プロ転向を表明。WTA はグラフをプロ選手として登録した。この早期転向には賛否両論が起こり、専門家は正規の才能が急激な心身の負荷によりバーンアウトする懸念を指摘した。その1週間後、グラフは最年少で世界ランク214位となった。1983年を初めてパリの全仏オープンに出場、2回戦で敗退したが、その並外れたフォアハンドの強烈さから、専門家から、今まで見た3年以内の選手の中で最も有望な選手と評された。バーデン=ビュルテンベルク州はグラフがテニスに専念できるよう、特別に中学校対抗の許可を与えた。1984年前後で3回戦進出。全英では4回戦まで勝ち上がり、センターコートで、第10シードの英国選手、ジョズリエと対戦。第3セット7から9の激戦となった。この試合を観戦した1920年代に2度ウィンブルドンで優勝したキャスリーン・ゴッドフリーは2年後彼女を倒すのは難しくなるだろうと述べるなど、彼女の存在に世間の注目は一層高まることとなった。この言葉を裏付けるように、その数週間後、グラフは最年少で参加したロサンゼルスオリンピックの公開試合で第8シードで優勝した。オリンピックにおけるテニス競技は、1928年のアムステルダム五輪後、プロ選手の登場により除外されていた。しかし1988年のソウル五輪で、プロテニス選手の出場が認められ、64年ぶりにオリンピック競技としてのテニスが復活する。オリンピックはアマチュアの祭典であるという基本理念を覆す決定がなされたため、当時は大きな波紋を呼んだ出来事だった。グラフは早くからオリンピック参加に積極的な姿勢を示し、1984年のロサンゼルス五輪公開競技で優勝した後、ソウル五輪の女子シングルス決勝でガブリエラ・サバティーニを6から3で破って金メダルを獲得した。しかし、1992年のバルセロナ五輪決勝では、当時16歳のジェニファー・カプリアティに6から3、3から6、4から6で敗れて連続金メダルを逃し、1996年、アトランタ五輪では、左膝故障のため出場を断念している。秋には、フィルダースタッドで行われた WTA トーナメントの準々決勝に進み、トップ10にランクインしていたクラウディア・コーデ・キルシュを破って決勝に進出した。これにより、年末のランクは22位に上がった。1985年グラフは、マイアミのクレーコートトーナメントの準決勝で、当時世界ランク2位のクリス・エバートと初めて対戦した。エバートとは、この年、ヒルトンヘッド、ベルリン、全仏で対戦したが、すべて敗退。しかしながら、全仏、全英で4回戦まで進出。とりわけ全英では、当時世界ランク4位で、芝の得意なパムシュライバーに、惜敗、近い将来トップ選手となるポテンシャルの高さを十分に示した。フラッシングメドウで行われた US オープンでは4大トーナメントで初めて、準決勝に進出し、初めてマルチナ・ナブラチロワと対戦した。当時29歳だったナブラチロワに2から6、3から6で敗退したが、世間の期待は高まり、報道陣からいつかトップに君臨すると思うかとの質問が何回あった。この年は優勝こそなかったが、6位までランクを上げた。グラフのスケジュールは早熟選手に多い、燃え尽き症候群を恐れた父によってきっちり管理されていた。そのため、1985年には同世代のライバル、アルゼンチンのガブリエラ・サバティーニが U オープンまでに21のトーナメントに出場していたが、グラフはその半分にも満たない10トーナメントであった。加えて、父は私生活まで管理し、ツアーに伴う社交パーティー等はシュテフィが練習試合に集中できるようしばしば断った。シュテフィは毎日4時間程度、ピーターとコーチのパベル・スロシルと練習するのが常で、空港からコートに直行することもよくあった。もともと恥ずかしがり屋で、内向的な性格の上、このような環境から、キャリア初期はほとんど友達ができなかったが、その反面、プレーは確実に向上した。1986年4月13日、グラフは、ヒルトンヘッド、サウスキャロライナで開催された。ファミリーサークルカップ決勝でエバートに初めて勝利し、WTA トーナメントで初優勝を遂げた。この勝利以来3年半にわたりシュテフィはエバートと7回対戦し、負けることはなかった。その後さらにサンキスト WTA チャンピオンシップ、アメリア島、US オープンクレー、インディアナポリス、米、ドイツオープン、ベルリンと続けて3回優勝し、ドイツオープンでは決勝でナブラチロワを 6-2、6-3 で下して勝利した。しかし、病気のためにウィンブルドンを欠場。さらにその数週間後足の指が骨折するなどして、競技を休まざるを得なくなった。その後、モー、ニュージャージー、米での小規模なトーナメントで復帰し優勝。その後、調子が万全とは思われない中で、US オープンに出場。準決勝でナブラチロワと対戦。試合は2日間に及んだが、3回のマッチポイントを握るも、結果、6-1、6-7、7-6で惜敗した。その後グラフは、東レパンパシフィックオープン、東京、ヨーロッパインドア、チューリッヒ、スイス、プリティポーリークラシック、ブライトン、A で3回続インドアのタイトルを取得したが、シーズン最終のバージニアスリムスチャンピオンシップでは、再度ナブラチロワと当たり6から7、3から6、2から6で敗退した。1987年はナブラチロワと世界トーナメントの優勝を争った年である。グラフは75試合出場し、2試合しか落とさず、11トーナメントで優勝し、さらに初めてのグランドスラムタイトルを獲得して、世界ランク1位についた。グラフのフォアハンドはさらに強靭さを増し、ラリー戦では圧倒的に優位に立ち、完膚なきまで打ちのめすシーンが目立った。こうしたグラフの成長を受け、当時の報道陣はグラフを、フォアハンド女王、フロイラインフォアハンド、無慈悲な女伯爵、カウンタス・マースラスと表現していた。年初から7トーナメント連続で優勝し、女子の最長記録となる連続45試合勝利と、好調なスタートを切った。マイアミマスターズでは準決勝で、ナブラチロワ、決勝で、エバートを下し優勝したが、このトーナメント全6回の試合で落としたゲームは、たったの20だった。そして、その後の全仏の準決勝でサバティーニをフルセットで倒した後、決勝で世界ランク1位のナブラチロワに 6-4、4-6、8-6 で競り勝ち、念願のグランドスラム大会初優勝を遂げた。しかしながら、その後の全英の決勝で、ナブラチロワに 7-5、6-3 敗退した。これがこの年、初の敗退となった。その後3週間後のフェデレーションカップ、バンクーバー、カナダの決勝ではエバーを 6-2、6-1 で勝利したが、全米の決勝では再びナブラチロワに6から7、1から6で屈した。しかしその年の8月16日に、ついに世界ランキング1位となった。1991年3月11日まで186週連続世界1位の座を保持した。これは今なお女子テニスの史上最長記録である。1988年は全豪オープンの優勝で始まった。全豪の決勝ではエバートを 6-1、7-6 で破って優勝した。一つのセットも落とさず29ゲーム落としただけの勝利だった。春、ライバルのサバティーニに2回敗れた、ボッカレートン、フロリダのハードコート、アメリア島、フロリダのクレーコートが、サンアントニオ、テキサスで勝ち、マイアミでは再び決勝で、エバートを下して、タイトルを防衛した。その後は、ベルリンでのドイツオープンで、優勝。同トーナメントでは、5試合中たった12ゲームしか、落とさなかった。全仏オープンでは、決勝で、ナタシャ・スベラバを 6-0、6-0、32分で退け、タイトルを防衛した。これは1911以来、大きなトーナメントの決勝では、初めてのダブルベグル、欧米では0を丸いベーグルパンに例え、片方が1ゲームも取れない試合のことを、ダブルベーグルと言っているであった。4回戦で、ナブラチロワを破ったナターシャは、決勝ではわずか13ポイントしか取れることができなかった。次のウィンブルドンはナブラチロワが6回連続で優勝していた。決勝でシュテフィは、はじめ 7-5、2-0 でナブラチロワに押されていたが、そこから盛り返し、13ゲーム中12ゲームを奪い、結果、5-7、6-2、6-1 で初優勝した。ゲームの後半ではシュテフィが低めにコントロールしたパッシングショットがよく決まり、ナブラチロワは得意のネットに出ることすらできなくなっていた。この試合の後、ハンブルグマスターとモーワーで勝ったが、モーワーではたった8ゲームしか落とさなかった。全米オープンでは、決勝でサバティーニをフルセットで破り、女子では、モーリン・コナリー・ブリンカーとマーガレット・コートだけが達成していた、年間グランドスラム、カレンダーイヤーグランドスラムを達成した。グラフはさらに、ソウルオリンピックでサバティーニを 6-3、6-3 で破り、金メダルを獲得したため、メディアはその偉業をゴールデンスラムと称えた。この年にはまた、ウィンブルドンでサバティーニと組み、唯一のダブルスタイトルを獲得している。また、同じペアで、オリンピックダブルスの銅メダルを獲得している。このように輝かしい偉業を達成した1988年だったが、年末のバージニアスリムズ WTA チャンピオンシップ、バージニアスリムズチャンピオンシップスでは病気の影響でパム・シュレイバーに敗退した。これがこの年の3敗目であった。この年グラフは、1988年 BBC 海外スポーツ選手賞 BBC オーバーシススポーツパーソナリティオブザイヤーに輝いた。また、記事、ブルールの名誉市民にも任命されている。1989年の初頭、グラフのさらなるグランドスラム達成が話題となった。マーガレット・コートはグラフがあと1、2回はグランドスラムを達成する可能性があると述べた。その期待に応えるがごとく、全豪オープンでは、決勝でヘレナ・スコバを破り優勝した。このトーナメントの準決勝で、グラフがサバティーニを6-3、6-0で破った試合を見た業界ベテランのテッド・ティンリングは、その感想を今まで見た中で最も素晴らしい試合と言い、さらに、シュテフィのサバティーニに対しての攻撃を見れば、彼女が、他の誰よりも優れていることがわかる試合だったと付け加えている。グラフは、その後ワシントン DC、サンアントニオ、テキサス、ボカレートン、フロリダ、ヒルトンヘッド、サウスキャロライナの4つのトーナメントで連続優勝した。中でもワシントン DC では決勝でジナ・ガリソン相手に最初から20ポイント連続ダッシュ、ボカレートンでは決勝までの7試合でクリス・エバートにわずかに1セット落としただけと圧倒的な強さが目立った。その後のアメリアとクレーコートの決勝ではサバティーニにこの年初の敗退を喫したが、続くヨーロッパのクレートーナメント、ハンブルグとベルリンでは圧勝した。しかし、全仏オープンでは決勝で当時17歳のスペイン人プレイヤー、アランチャ・サンチェス・ビカリオにフルセットで敗れ、グラフのグランドスラムトーナメントでの連続勝利がストップした。しかし、続く全英オープンでは準々決勝でアランチャ・サンチェス・ビカリオ、準決勝でクリス・エバート、決勝でナブラチロワを6-2、6-7、6-1で破り優勝した。それからサンディエゴ、モーアーで落勝し、全米オープンを迎える。そこでグラフは準決勝でサバティーニを、決勝でナブラチロワを破り、この年3つ目のグランドスラムタイトルを取得した。続くチューリッヒ、ブライトンで勝った後、1989年を締めくくるバージニアスリムスチャンピオンシップの決勝でナブラチロワを下し、トップの座を不動にした。この年の戦績は86勝2敗で、落としたセットは12セットだった。しかし1990年に入ると、モニカ・セレシュが急激に台頭し、グラフの一強時代に陰りが見え始める。全仏オープンでは決勝で完敗し、セレシュに史上最年少記録となる4大大会初優勝を献上すると、1991年3月11日付のランキングで、ついに世界ランキング1位を明け渡し、連続保持記録は186週でストップした。その後もセレシュのパワーテニスの前にグラフは苦戦を強いられ、1990年から1993年の全豪オープンまでの4大大会優勝回数はグラフ3回に対してセレシュ8回、決勝では4回対戦して1勝3敗と圧倒されていた。ところが1993年4月30日、セレシュがドイツハンブルクでのシチズンカップ準々決勝、マグダレナ・マレーバ戦の最中、熱狂的なグラフファンを自称する暴漢ギュンター・パル氏に背中刺される事件が発生する。暴漢は犯行理由をセレシュがいなくなればグラフがランキング1位に返り咲けると思ったと答えた。セレシュは事件の後遺症で2年以上ツアーから離脱し、結果的にグラフは世界ランキング1位に返り咲いた。セレシュの離脱中に、グラフは4大大会で6回優勝し、再びグラフ一強時代が到来した。セレシュは1995年8月にツアー復帰。特例で世界ランキング1位での復帰が認められ、1位が2人、存在する状態で迎えた全米オープンでは互いに勝ち進み決勝で対戦し、大熱戦の末7-6、0-6、6-3で、グラフが2年ぶり4回目の優勝を果たした。グラフは25歳を過ぎた頃から体の故障の蓄積が目立ち始め、1995年1996年と全豪オープンを欠場するなど出場試合数を制限していた。1996年4月28日に日本の東京有明コロシアムで行われたワールドグループ1回戦では伊達公子に6-7、6-3、10-12で敗れている。この試合ではグラフが第1セットを5-0でリードしていたが、ここから伊達が大逆転で先取し、第2セットはグラフが奪い返したが、第3セットは22ゲーム目までもつれ、伊達が7度目の対戦で、グラフから初勝利を奪った。2勝2敗で迎えた最後のダブルス戦で、グラフとアンケ・フーバーのペアは、杉山愛&長塚京子組に6-4、3-6、3-6の逆転負けを喫し、ドイツは日本に敗退したフェドハイ対戦表。グラフが伊達に敗れたのは1996年フェドハイ1回戦の一度だけであるが、同年7月のウィンブルドン準決勝では、伊達と2日がかりの試合を戦った。グラフが6-2、2-0とリードした後、第2セット、第3ゲームから伊達が6ゲームを連取する。この試合の第2セット、第7ゲーム、2-4の場面で、グラフのファンと思われるものから、冗談で、ロポーズされるハプニングも起きた。彼女の答えは、How much money do you have? で、ZIP の脱税事件で、金銭的問題を抱えていたことから来る、ブラックジョークであった。続く第8ゲームも伊達が奪って6-2とし、セットカウント1-1となったところで、日没順延になる。翌日に再開された最終第3セットはグラフが取り、4日から5日にかけて行われた試合は6-2、2-6、6-3でグラフの勝利になった。1997年2月1日に東京体育館の東レパンパシフィックオープンテニストーナメントの準決勝でブレンダ・シュルツ・マッカーシー、オランダと対戦中に左膝の故障が悪化し、2月2日にマルチナ・ヒンギスとの決勝を棄権する。治療のため休養に入り、同年3月31日に当時16歳のヒンギスに世界ランキング1位の座を明け渡した。これでグラフの世界ランキング1位障害保持記録は377週で終わった。5月に一旦復帰するが、全仏オープン準々決勝でアマンダ・クッツァーに敗退する。全仏終了後の6月10日に左膝の手術を受け、復帰までに8ヶ月の長期間を要した。その間に若手の新勢力が次々と台頭し、グラフ自身の体調もなかなか回復しなかった。1年ぶりの4大大会復帰戦となった1998年ウィンブルドンでは、過去の実績を考慮した特別措置による第4シードを与えられたが、3回戦でナターシャ・ズベレワに敗退した。ようやく全米オープン直前のパイロットペン選手権決勝でヤナ・ノボトナを破り、復帰後の初優勝を果たす。11月上旬の2週連続優勝により、グラフは女子テニスツアー年間最終戦のチェス選手権にも2年ぶりに出場資格を獲得し、リンゼー・ダベンポートとの準決勝まで勝ち進んだ。このカムバックにより、グラフは世界ランキングを9位まで戻した。現役最後の年となった1999年、全豪オープンでは準々決勝でモニカ・セレシュに敗退する。3月上旬のエバートカップでは、当時17歳のセリーナ・ウィリアムズと決勝戦を行い、全仏オープンで第6シードを得た。この大会で1996年、全米オープン以来の4大大会決勝に進出したグラフは、1999年6月5日の決勝戦で、マルチナ・ヒンギスとの新球場対決に勝ち、全仏で3年ぶり6度目の優勝を飾る。これが自身最後の4大大会優勝、22勝目となった。続くウィンブルドンでは、3年ぶりの決勝で、リンゼー・ダベンポートに4-6、5-7で敗退し、8度目の優勝を逃す。この大会では、ジョン・マッケンローと組んで混合ダブルスにもエントリーしたが、準決勝の直前に試合を棄権した。その後し、8月13日に世界ランキング3位で現役を引退した。グラフの4大大会優勝は22勝、全豪オープン4勝、全仏オープン6勝、ウィンブルドン7勝、全米オープン5勝イコール22勝に上り、マーガレット・コート夫人の24勝、セリーナ・ウィリアムズの23勝に続く女子歴代3位の記録である。グラフは1988年、1993年、1995年、1996年と4度にわたり赤土の全仏オープンと芝生のウィンブルドン連続制覇を成し遂げたが、これは男子のビョルンボルグが1978年から1980年に成し遂げた3度を上回る過去最高記録である。4大大会女子シングルス決勝に31度進出したが、これはクリス・エワートの34度、18勝16敗、マルチナ・ナブラチロワの32度、18勝14敗に続く女子歴代3位記録である。決勝戦の勝率22勝9敗イコール 71% は1968年以後のオープン化時代の女子テニス界では最高勝率となった。なお、彼女が1987年8月から1991年3月に記録した世界ランキング1位連続保持記録186週は2007年8月27日に男子のロジャー・フェデラーが187週に到達したことにより女子の歴代1位記録となった。フェデラーは2004年2月2日から2008年8月17日まで237週、世界ランキング1位を続保持し、グラフの女子歴代1位記録を51週上回る、世界最長記録を樹立した。現役引退後の2001年10月22日に、アンドレ・アガシと結婚。2児がいる。2004年7月11日に、国際テニス殿堂入りを果たした。また、1998年12月に設立した基金、チルドレン・フォー・トゥモロー、チルドレン・フォー・トゥモローを通して、慈善活動にも積極的に携わっている。オープン化以降、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。